こんにちは、ゆうです。お久しぶりです。はい。お久しぶりですばっか動画で言ってますけども、はい、パズドラのお時間です。はい、今日も無課金、サバカ、芝居丸やっていきたいと思います。ね、昨日コミュニティでね、告知させていただいたんですけど、今日から動画投稿再開できる、時間が確保できたので、はい、やっていきたいと思います。んでね、まあ、昨日からですね、大の大冒険ガチャが来ておりますので、まあね、それを引いていきたいと思うわけでございますが、ちょっとね、コロシアンもね、クリアしてないんで、ちょっとワンチャンね、クリアできるかもっていう編成が組めたんで、そちらにちょっと挑戦していきたいと思います。はい、こちらでございます。編成がですね、はい、マムマムですね。はい、マームやったっけマムじゃないわ。ビッグマムや、それは。はい。で、ご紹介しましょう。マーム。超学生つけてねえな、これ。まあ、いいでしょう。で、まあ、潜在にリラチェン体制に、スキルチェン2つに、これがサボの武器ですね。はい。で、まあ、シバドラね、1体目がね、こんな感じで上限解放スキルチェン2つに、シールフつけておりますと。はい。あと2体はね、シールフ、持ってないんで、出てこない名前が、マドでした。ごめんなさい。で、お正月買い結びに、もうこれもね、潜在解放してないんですけど、はい、もうすいませんね、本当に。で、超覚醒がスキッププラスに、毒目覚め耐性つけて、チョッパーの武器つけております。はい。で、こちらフレンドさんのマームに、小学生ちゃんとつけてくださってますね。7コンボ強化に上限解放、スキルチェーン2つ、アマテラスの武器つけております。それでは、待ってまいりましょう。ドン！ですね、僕は、大の大冒険をですね、一応ね、アニメはね、見てないんですけども、悲しいことにね、ちょっと待って、スキル確認オンにするわ。はい、オンにしました。はい、とりあえず、ダマル使っておきましょう。大の大冒険はですね、アニメ見てないんですけどね、小学校の頃、友達の家にね、友達のお父さんが、全巻揃えてらっしゃったので、それをね、読ませてもらったわけですよ。その友達の家に遊びに行くたびにね。それでね、一応前回前回読んだことまでは覚えてるんですよ。前回読んだことまでは覚えてるんですけど、ただね、その内容がね、全く覚えてないんですよ。内容を全く覚えてない。内容全く覚えてないんですよね。悲しいですね。はい。それで、ここで、優秀な繊維の帽子使っていって、でですね、こちらの、ダマル使っていきましょう。多分これでクリアできるんちゃうかな。いや、久しぶりなんでね、何喋っていいか分かんないんですけど、まあちょっとね、外出する用事がね、多くてですね、まあ外出以外にも家でもコツ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 、ね、のろのろやってたんですけどね、はい、もうそれで力尽きちゃいましたね、はい。土曜日はね、まあ、ですね、土曜日の夜から、先週の土曜日の夜から、まあ、寝たきり状態ですね。はい。寝たきり状態。で、日曜日ももうずっと寝てて、まあ、何も食べなかったんですよ。何も食べなかったんですけど、これはダメだと、月曜日になって、全く力が湧いてこないと。全く力が湧いてこない。で、肉を食いて、ということで、ケンタッキー頼んだんですよね。で、まあ、一日ね、何も食べてないわけじゃないですか。一日何も食べてないから、やっぱりね、この、もう僕、30代前半、っていうか、まあ、まあ、ほんまの30代前半なんですけど、これ、まあ、そんな状態のね、おじさんがね、いきなり一食抜きからのケンタッキーを食べるとね、ダメなんですよね。やば。これどうやったっけ？ちょっと、やばい。
ちょっとスキル間違えましたね。まあええや、いけるでしょ。多分耐えれるんですよね、ロックさえ解除したら。あ、そう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 、そのいきなりケンタッキーを食べるとね、その当時はねめちゃくちゃ元気出たんですよ、ほんまに。いや、肉食って元気、これはいけるぞ、動画撮ろうかと思ったらね、突如やってきた、まあ胸焼け、なんか胸がうわーってなってきて、んで、それでね、あ、接待かよ、芝ドラ一体接着できるやん。んで、まあ気持ち悪くて、そのあと、まあね、思わず胃薬買いに来ましたね。胃薬なかったんで、家に。で、胃薬飲んで、で、まあ、痛い。痛くないか？はいはい。え、どっち？これ？で、胃薬を買いに行って、まあ、それで力尽きたということで、まあ、あとね、ちょっとまだ雑務が残ったんで、終わらして。はいはい、今ね、動画回してるところでございますね。はい。コシアムね、なんか、お許しくださいバランス。ここでね、核戦法使いたかったんですよ。で、まあ、車内から、この、革命軍のね、鉄パイプ使って、はい、威嚇します。ごめんなさいね、ちょっともう、ただ、おしゃべりしたいだけなんですよ。で、黙るハマス。黙るハマス。はいはい。よいしょ、行きましたね。お返しいたします。大魔王バーン様の肉体を返してください。借りたものは返してください。今この場で。やべえな、これ無効貫通。消えちゃったー。まあ、回復だけ置いといたらなんとかなるでしょう。回復消えんなよ。消えない。いや、消えないじゃなくて、あれやん、芝ドラで消したやん。いや、それ大丈夫かいな。ちょっと芝ドラ使って、で、これちょっと、いやー、1個しか作らへん。回復ねえな。待つか、回復待ってみて。落ちてくるんです。落ちてくるんです。いやー、ちょっと消せないわ、ちょっとねー。あかんよ、そんなんしたら。はい、ちょっと戻ってきます。はい。はい、お許しください、バーン様まで。戻ってまいりました、と。ここでね、シーバードラ使って、で、これ使ってね、はい、タイムスリー武器使って、はい、はい。いやー、久しぶりですね、ちょっとちゃんと殺しちゃうのが攻略できそうな予感がするのは、はい。ここからね、またクリアできなかったら、ノーコンじゃなくて、まあねー、めんどくさいなぁ、ちょっと。もう殺しはむずいんよ、最近の。ほんまにもう、僕最近ね、コンボ現象じゃなくてね、何やったっけ、強化ドロップとに、あ、弱体、あー、90のコツじゃなくて、あれ使うの忘れてた。これ使うの忘れてた。あ、これ待ったらええやん。はいはい。はい。ここで、ちょっと弱体化ドロップが2個あったからまずいんで、こう行きましょうか。よいしょ。さあ、おのれ。天よ叫べ。ごめんなさい、ちょっと画面が見えないです。こっち見よう。さあ、刮目せよ。はい。あ、小安さんの声なんですね、これ。小安さんって言えばね、まあ、
あ、やば、ちょっと待って、はい、これで OK。 小安さんといえばもう我々ね、ガンダムオタクからしたらね、わかるんですけど、ゼクスマークスの声ですね。お声です。おーそんなことしてくんの、これどうなんでしょうか。シバドラと使うやろ、ダンマルハマス、ダンマルハマス使って、ちょっとこれ使ってみる。いや、ちょっとどうせ消えるんかい。ちょっともう両方マーム使う、マーム。ここで、はいはい、あ、やばい、はい、これでもう行って、あ、まだ行かへんか、足りてなかった模様、そもそも火力が足りてなかったようでございます。はい、どないしましょう、回復を釣ってくるよ、お祈りキッチン、なんやそれ、はい、オッケー、ハンバーと垂れるんちゃうかな。いや、またそれ来るか。カラミティエンド。いや。ちょっとごめん、ごめんなさい。めんどくさいんだよ、もう。ちょっとめんどくさい。めんどくせえよ、そんなの最初は。やばい、これ8個も組めるかな、その前に。はいはいはい。まあね、ムカキの皆さんは絶対ね、こんなところでコンテとかね、しない方がいいっすよ。僕、一応ね、もうその動画撮る時間がね、限られてるんでね、ちょっとこんなことしちゃいますけど。もう一丁、さあ、先行ってこいよ、回復。はい、ありがとうございます。はい。まあね。ありがとうございます。アンクルホーン。ドラクエ大好きでね、本当にね、結構モンスターとか知ってるんですよね。いや、美味しいね。これは、ちょっと、パーティーでね、練って、やっていきたいと思います。それでは、ガチャの方、行きましょう。はい、無料でこんなに来ておりますね。今回ね、全部ダイヤらしいんで、ちょっとごめんなさい、お茶飲む。全部ね、ダイヤらしいんで、まあ、止まるか止まらないかの勝負らしいでございます。らしいでございますってね。サザエでございますみたいに言うなんてね。はい。どうぞ。あ、そっか、ごめん。ダイヤ、全部ダイヤって言った。あ、新キャラ、アルビナス。ちょっとこの辺覚えてないんですよね。ほんまにね、ただ、ダイの大冒険を覚えてることは、ただ一つ、全巻読んだだけ。ほんまにそれだけしか覚えてないんですよ。はい。あ、もう、喜んじゃうやん、そのダイヤやったら。クロコダインね。クロコダインが確かなんかいいキャラって噂ですよね。じゃあ、クリア報酬。これですね。クリア報酬。星7以上確定。ダイヤじゃなくて、ダイの大冒険。ガチャ。女シャス。特にね、狙いはね、何なんでしょうね、僕。うわ、ちょっと待った。あ、そっか。だから確定なんや。はい。新キャラ出ていいよ。マトリだった。マーしか覚えてへんかった。いいでしょう。二体所持なんでね。はい。武器にもできるし、まあね、こっち使ってもね、全然ね、いいんでね。76リーダー。はい。さ、それでは、ユーザー情報。攻撃、無料配布30個です。コンテしたからね。すいません。じゃあちょっと狙いをご説明しますと、大魔王バーンですかね。この1ターンの間で受けるダメージを無効化で、1ターン後にね、発動で2ターンの間で毒性吸収とダメージ吸収を無効化っていうのをね、ちょっとかっこいいですよね。しかも小安さんっていうね、ムーラフラガとかね、ごめんなさい、モンストがね、ガンダムコラボしてるんでね、めちゃくちゃちょっと語っちゃってます。はい。あと、アバン先生もね、この桜井さんのね、ボイスが聞こえるのと、
まあ、あと BGM のキャラですね、フローラがどうやら強いらしい、らしいってだけなんですけどね。まあ、あとミストバーンとかね。はい。ミストバーンとか。それ、オンベルク覚えてないんですよね。いや、ごめん、全然、なんのキャラも覚えてなかった。はい、ごめんなさい。まあ、キャラ、はい、ごめんなさい。あかんよ、あかんよ。前置きは長くなっちゃいましたが、はい。いや、ごめんなさい。ダイヤは全部ダイヤなんやんね。そこら辺ちょっとなんか、金卵出てもちょっと感動薄れるし、感動薄れるんじゃなくて、ちょっとがっかりするし、全部ダイヤとね、ダイヤやとね。そこら辺ね、なんか難しい塩梅ですよね。もうちょっとね、ガチャ演出、変えてもいいんじゃないかなと思って。ね。確定演出とか欲しいっすよね。いや、もうこんなサクサク言ってるけど。いや、もうね。はい。おーま、間がつく人しか出ないね。何なんでしょうね。間がつく人しか出ない。マームとマトリフ。いやー、どうなんすかね、これも。はい。じゃあ、ラスト、いっちゃいましょう。この一球に、この一球じゃなくて。はい。もう、ごちゃごちゃやんとね、サクッと引いてね、確定演出見せましょう。いやー、ダメでしたね。はい。はい、ラーハルト。ラーハルトの鎧、これ結構強いんですよね、実は。はい、僕結構この武器好きで、はい、よく使ってました。はい、では結果をお見せしましょう。はい、こんな感じでございますね。大の大冒険のガチャですわ。はい、マトリフ、マーム、はい、本当に魔のつくね、あのリアル高いのは魔のつく人しか出てこなかったということで、はい、まあちょっとね、大の大冒険はね、リベンジはしないかな。はい、ちょっと僕原画師でね、このアトリがね、欲しいんですよね。でもね、まあ、大の大冒険はね、その期間限定なんで、まあ、これは言うたら自社イベントなんで、まあ、すぐ来るし、すぐでもないけどね、最近、なんか多すぎて、まあ、そこら辺はね、まあ、いろんな、はい、ちょっと考えて何が必要か見極めてね、ちょっとガチャを引いていきたいと思います。はい。またね、その、二次メダルチャレンジとかね、構成チャレンジとか全然やってないんで、はい。どんなダンジョンかも知らないんで、はい、次はね、ここら辺に挑戦していきたいかなと思っているところでございます。はい。それではね、はい。最後まで見ていただいた皆さん、ありがとうございました。はい。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ちょっとね、明日一発でかい用事があるんで、明日また、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、頑張ってね、はい、頑張って、コツコツ、マイペースで動画投稿を続けていければなと思います。はい。ね、変わらずチャンネル登録していただいて、ありがとうございました。本当に、励みになりました。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。